末吉、富澤が空く、抜けてきた、富澤のヘディング、逆転相模原、最後はキャプテン富澤。セットプレーから最後余っていた富澤のヘディングシュート、佐川も触りましたが、そのボールはゴールの中へ、ここで誰も触れなくって最後余っていた富澤。今日は